秋田県で一番大人気の道の駅であります。うわうわうわ、すごい、めちゃくちゃ最高の景色。こちら10種類の魚介を使った海鮮丼です。どうも、道の駅が大好きなトシです。さあ、今回は久しぶりの道の駅シリーズ、今回はね、なんと秋田県にやってきました。いやでも天気はご覧のように快晴、ただね、もう暑い。何度だか分かりますか？これで38度です。暑すぎる。皆さん、熱中症には十分注意しましょう。あ、今回やってきた道の駅はですね、これなんて読むか分かりますか？ゾウ、カタ、これでキサカタって読むんです。そう、この道の駅、もう来た瞬間初見殺し。普通ならね、道の駅の名前って大体ひらがなが多いと思うんですよ。難読にもかかわらず漢字で表記されるという、もう完全にもう、あまり知ってる人にしかもう読めない、そんな道の駅であります。まあ、この道の駅ですね、東北最大級なんですよ。ドライバーや、バイカーの方にも大人気で、結構ね、車中泊をされる方も多い、日本海に面している国道7号沿いの道の駅です。今回はその道の駅久方の魅力に迫っていきたいと思います。それでは行ってみよう。さあ、行くぞ。さあ、まず入ってすぐのところに特産品コーナー。こちら、生ハゲに関するお土産、生ハゲまんじゅう、生ハゲパイがあります。こちらは秋田県の道の駅限定商品ですね。道の駅で見つけた秋田県版のね、お菓子、そして上にはチョコクランチがあります。こちらは調味料コーナー。秋田県産の味噌や醤油が並べられております。結構調味料がね、多いですね。秋田名物といえばしょっつるもあります。比内地鶏から取れたつゆ、塩もね、細かく並んでいますね。こちらゆずポン酢は道の駅オリジナル商品で、左にはね、柿で作ったの柿酢ドリンク、ここでしかないものがね、あります。これは秋田のギバサノリ、ZIPでもね、紹介されたという。ギバサってのはもう、男鹿半島でね、取れた、海藻のことですね。で、こちらにはね、海苔、ふのり、そしてふりかけ、イカ昆布、もう何でもありですね。まるでスーパーマーケット。秋田といえばまだまだね、名物、いぶりがっこ。こちらはなんと、秘密の県民賞で紹介された、いぶりがっこチーズディップ。そしてお隣には、湯の鯛食堂のラーメン。これなんか、鳥海山に行く途中にあるラーメン屋で、コンビニ商品になるなど結構有名なんです。はい、こちら、秋田名物、稲庭うどん。秋田といったら、うどんですよね。稲庭うどんはかなりバリエーションが充実しているのが特徴です。そして横手焼きそばもあります。秋田県が誇る美牛グルメの一つ。そして末広ラーメン、比内地鶏ラーメン、稲庭中華そば、これも最近ね、テレビでも話題になりました。袋麺もね、かなり種類が豊富なのがわかります。さらに
秋田のご当地ヒーロー超人ネイガーグッズも。さらにご当地 T シャツんだ。あ、これ秋田でもねんだって言うんですね。さらにね、おつまみも、いぶりがっこのね、おつまみもあります。お酒のお供にどうぞ。さらにね、奥の方にもね、続いております。こちらなんと、かりそめ天国で紹介されたカレーせんべい。さらにモフサンドというめちゃくちゃ可愛いお菓子も販売されています。そしてこちらは秋田の地酒コーナー。秋田生まれの地酒が多数取り揃えられております。いやー、どれも飲みたいものばかり。まあ、秋田県のね、地酒は、まあ、北秋田、まあ、北鹿酒造しか知らなかったんですけど、結構ね、いろんな種類のお酒がありますね。超海山というお酒もあります。もう青森にね、負けず劣らずのね、種類のお酒が販売されているようです。また酒集めてーなー。入った瞬間もうね、秋田のいろんな名物がねずらーり並んでいて、もう今までの道の駅で一番もう充実感がもうありますねこれだけじゃないですよ。次はもっと上に行くといろんなのがあります。では行ってみよう。2階はお食事処レストラン鳥海。ゆり牛や秋田の海で獲れた海鮮丼、稲庭うどんを食べることができます。名前の由来は、まあ、鳥海山とこの海の眺めを引っ掛けたもので、レストランの窓からも日本海が一望できます。今回私がいただくのは、当店の一番人気海鮮丼。日本海で獲れた魚介類をふんだんに使用した一杯。海鮮丼いただく。さあ、新鮮な魚をお口の中へ。うまし。お次は甘エビ。身がプリプリ。いろんな種類のお魚が入ってますから、これをね、一つの丼にいただけるって贅沢だね。いやー、本当にご飯が進みますわ。何杯でも食べたくなる。まるでね、のっけ丼を食べてるかのような感覚になります。いや、もううますぎた。最高。この爆発いい時に海鮮の食えるなんてたまらんね。いや、もう速攻で箸が進んじゃった。さあ、次はね、4階に展望温泉あるんですよ。そちらで一風呂して行く。お次は4階に上がりまして、こちら鳥海の湯で温泉に入ります。浴室はこのような感じ。もう入った瞬間から目の前に日本海が広がっており、これがね、すごい絶景なんです。特に夕方が一番ポイント。夕日を目の前にね見ながら
お湯に浸かることで、また違った快適な癒しを体感できます。あーマジであずましすぎる。もうね、入った瞬間からもう青が広がってて、本当に気持ちよく入ることができやした。さあ、とりあえずドライゼロ飲んでいく。まあドライブに来た方にはこのノンアルセーフなので、これでゆっくりたしなみましょう。まだまだこの道の駅まだまだ上があるんですよ。次はその最上階からの景色を皆さんにお届けします。6階に上がってきました。こちらね、最上階の展望台、日本海をはじめ360度のパノラマで景色を楽しむことができます。うっしょー、めっちゃいい景色。あー、しったけ、最高だ、ロケーション。日本海のマリンブルーが、いやもうこれブルーオーシャンですね。すごい綺麗だ。そしてこちらには超階段、雲もちょうどいい感じにね映えますね。これめっちゃ映える。今日来てよかった。そして99島、階段は活火山だったんですね。九十九島、あ、それで九十九島が誕生した。はい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 。九十九島は松尾芭蕉の奥の細道の一節にもあります。この屏風が昔の町階段喜多方の周辺です。はい、こちらは忘れちゃいけませんよ、道の駅サンプラリー。さあ、果たしてどんなスタンプかな。さあ、何でしょう。あ、夕日だね。この後はソフトクリームをいただきました。こちら、イチジクソフト、地元産のイチジクが入ったご当地ソフトクリームです。他にもね、道の駅にはこんなものも。鯛の神横丁、海の守り神が眠ってるんですかね。この他にも二ヶ星の観光交流センター二ヶホットもあり、こちらでもねフードコートがあってグルメを楽しむことができます。さらに足湯も併設されており、足湯に浸かって旅の疲れを癒すこともできます。これもねいいサービスですな。私もね少しだけ足湯に浸かってきました。いや、道の駅喜多方めちゃくちゃ良かった、ね、日本海沿いに位置する道の駅で、しかもこのめちゃくちゃいい天気の中やってきたわけですから、最高の景色をね皆さんにお届けすることができたわ。あと温泉もね、そしてグルメも特産品も充実しているので、ドライブで来た方、旅に来た方はぜひ立ち寄ってほしい。あと申し遅れました、この T シャツなんですけどね、背景道の駅かっていう YouTuber がいまして、クラファンで手に入れたものです。これからの道の駅撮影はこの T シャツを着てやっていきたいと思います。というわけで今回は道の駅喜多方をお届けしました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。よろしく頼む。これからも道の駅をたくさんお届けしていきたいと思います。では次の動画でお会いしましょう。